はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、クエスです。今日もケモフレ3の動画撮っていきたいと思います。10月15日の更新でセルリアン大掃除の方が来まして、ガチャの方もね更新されたということで、スペシャルステップアップ招待の方で属性違いのスナネコとチャップマンシマウの、の方が来ました。ちょっと噛みました、ごめんなさいということでね、今日はねスナネコを狙って全力でステップ10まで引いていきたいと思います。ということで、ファニー属性になったんですけども、ビート2枚に A が1枚、トライが2枚と感じになってます。で、こちら、獣ミラクルなんですけども、これ限定的ではあるんですけど、超火力が出ると、MP80 でこの火力は多分相当火力高いですね。で、得意技の方が、低確率で攻撃命中率を 20% 減少させ、相手をね空元気状態にすると。低確率なのでちょっと、あんまりね発動はしないかもしれないんですけど、運が良ければねこれで獣ミラクルの火力もめちゃくちゃ上がるということが可能になります。で、待機スキルの方で4ダメが 10% 増加して、跳ね返し無視状態になると。これが3ターンで 100% の2回と、あれかな、道場向けの効果なのかな、これはね多分、それで4ダメが 10% 増加して、さらに地域が砂漠だった場合4ダメと火ダメが 15% 変わるとね、いうことで、奇跡特性が4ダメが 12% で、ファニー属性のクタクタ耐性が上がると、かなりね優秀な感じですね。っていうか、スナネコちゃんをとりあえずお迎えしたいという、俺の動画をね見てくださってる方ならわかると思うんですけど、スナネコちゃんはねやけにね来るんですよ。なのでとつれるんじゃないかなという思いを込めてね、今日はねステップ10まで引いていきたいと思います。ね、最初の方でねちゃちゃっと出てくれたら嬉しいんだけど、フォトは出てるのかな、いきなり、はい、いつものフォトです。はい、じゃあねちょっと長くなっちゃうと思うんで、ちょっとねささっと引いていきたいと思います。チャップマンの方はですね、属性がラブリーで、何だったかな、獣ミラクルでバフ、攻撃力アップができるんですよね。よだめが上がって、なんかあとなんかね、MP も奇跡特性でなんか MP も増やせるみたいで、また金色ということで、フォト4が来てるかな。うん。フォトの星4率は高いと。はい、ああ、ニューイヤーだ。これは、これ2枚目かな多分。うん、まだ全然ね、とつれてないやつですね。今年のお正月のやつだったのかな。はい、ということで、ステップ3が2倍ということで、0.8% かな。これでもしかしたら来てくれるかもしれない。さあさあさあ、来ない。やっぱステップアップは引けないのかな。あ、また金色ですね。なんか、フォトの星用率高いですね。あ、サバンナシマウマ。うん。レンズも来る。あ、サバンナシマウマ。連続、まさかのね。まさかのサバンナシマウマ連続と。おっと、誰だ、はい、カリフォルニア、アシカと。なるほど、なるほど。まさかね、属性違いのスナネコちゃん来ると思ってなかったんで、ステップアップでおそらく来るだろうなとは思ったんですけど、まさかのね、スナネコちゃんが来たということでね、これはまあ引かざるを得ないということで、ね、確定まで回してこなかったらちょっとどうしようかなって感じですね。追いガチャするかもしれないです、もしかしたら。あんまりしたくないんですけどね。はい、もうね、サクサクっと大脇さんが走っていく。来ないな。やっぱね、このダブル、2体のやつはね、0.4% になるんで、かなり確率低いんですよね。だからさ、シーサーバル道場の時とか、あ、違う、シーサーバルのね、2体引いた時とかはなんかもうね、よくわかんないですね。あの時めちゃくちゃ来ましたからね、なんか知らないですけど。皇帝ペンギンの時もまあまあ、普通に引けたのかな、道中で確か。ちょっとね、記憶が曖昧なんですけど。はい、ということで次がステップいくつかな、5ですね。はい、いきましょう。5はコインが手に入るとコインのなんかミッションも来てますね。あ、ラッキーさんが走っていく、ラッキーさんはよく走るようになったね、またね。一時期ちょっとステルスラッキーさんになってましたけど。はい、お、マレーバック。属性違いのねフレンズもねだいぶ増えてきましたね。おーおお、フォトね。あ、お昼寝仲間。お昼寝仲間、貫突できたのかな、貫突できたかもしれない。うん。はい、アルマ。
ちょっとねいつも通りお仕事から帰ってきて深夜に撮ってるんでちょっと眠たいんですけど、ぜひね砂猫ちゃんを引き当てたいと課金したんですけどね引けないわ。でまあ引きてほしいな。砂猫ちゃんにはね好かれてるはずなんで。属性変わったから、おっと来た、よし頼む、未来さん頼みますわ、砂猫ちゃん来てくれ。これ今回なんか衣装付きということでね、ちょっとお得なんですよね。はいはいはい、誰かな、砂猫ちゃん来てくれると嬉しいな。星さんのフォトとフォト、はいはいはい、頼む来てくれ。来たか、うん、アメリカビーバー、ちょっと重たいね、大丈夫かな。フォト誰だ、マジで出てこないんだけど。次か、おっ、おしゃれだよ。おお、まあ、チャップマン嬉しいけどちょっと待って、砂猫ちゃんじゃなかったか、マジか。出た、出ましたよ皆さん、神引き来ました来ましたわ。ね、この 一つの10連で同じ星4フレンズが2体来ると。私はチャップマンシママ、おしゃれなフレンズと言ったら当然私のことよね。うん、チャップマンおしゃれですね、可愛いです。はい、ということでまさかのとつれましたチャップマン、これはあれだね、あ、期待が高まるね。あと40連で砂猫ちゃん引ければ砂猫ちゃんもとつれるかもしれない。これはテンション上がってきましたね、眠気も吹っ飛ぶ。うん、でもねそううまくはいかないよね。あ、また金色だね。星4フォトは結構来てくれるね、前からそうだったけど。星4フォトの呪いとかもね一時期発生してて星4フォト、おっと来た、来た来た来た、よしよしよし、こい、あ、違った、すり抜けたジャガーでした。はい、ジャガーはもうちょっとでドレスが解放できますね、確か。今のであれかな、フォトポケが10になったの。おーっと、どういうことだ、ちょっと待ってめちゃくちゃ星4フレンズ来るじゃん、すごいね。どうしたの、やばくない、何事、ちょっとびっくりしたわ。え、すり抜けたけどめちゃくちゃ嬉しい。ギンギツネはね、リンギツネも結構ホットポケレベル上がってるんだよね、確か。8もまだ、なんだろう、6か7かな、その辺かな。まだ8は行ってなかったと思うんだけどな。すごいね、ちょっと、どうしたんだろう。今日はなんか珍しく、なんかステップアップで星音フレンズめちゃくちゃ来るね。すり抜けはね、まあしょうがないかなって思うんですけど。はい、まさかのねジャガーとギンギツネ、いやー嬉しいね。よしよし、じゃあステップ8行きましょう。びっくりしたね、さすがにね来ないだろうなって思ってたんだけど、意外と星4フレンズは来ますね。つかまさかのチャップマン突っていう、びっくりしたね。これまあほんと砂猫ちゃん欲しいんで、これもしで、もし来なかったら、ちょっと追いガチャするかもしれない。でもしたくないんだよな、あんまり。ちょっとね、別ゲーを始めましてね、最近。そっちにね、ちょっとね、課金をしたいんで、できればね、できれば温存したいんですよ。キラキラを。うん。なので、一体は絶対ゲットしたい。うん。突然なくてもいいんでね。奇跡特性はまあ、最悪ね、2ヶ月後ですかね、コメントで教えてくれた方いるんで、それでね、とつれるんで。ほい、アメリカレア、いいですね。フレンズもね、こう、いっぱい出てくれるのは嬉しい。うん、星2でもね、全然嬉しいんで。はい、ということで、ステップ9。あ、これね、決勝もらえるんで、いきましょう。あと20連か、来ないかな。あ、金色。これも星4フォト来てますね。はい。
でもワンチャン金色でもさっきみたいに何ですか、ラッキーさん飛んできて星のフレンズ来ますから、うん、はい、ダチョウさん何が出てるのかなあれだね、工場ガチャ、シオンフォトに関してもこの限定のフォトが出てくれると助かるんだよね。まだね、確か工場ガチャの方に追加されてないフォトが多分こういうステップアップの方では出るんで、そういうねフォトもね狙っていきたいなと思うんですけども、来ないフォトも来ないね、あんまりね。はい、ということでラスト 10連いきたいと思います。これで来てくれると嬉しいな。さあ来い。うん、ないね。なさげ。来ないね、さすがに。おお、晴れ姿。晴れ姿はもう1枚貫突したのかな、確か。うん。確かそんな気がする。あ、まだ貫突してないのかな。おお、蛇の。うん。星音フォトもいっぱい出るね。うん、嬉しい。あ、めっちゃ出るね。星フォトめっちゃ出るね。うん、来ないかな。来ないよね、さすがに。はい、 OK です。ということでね、ラスト確定チケットの方で、これあれだな、今ねハロウィンのこのチケットのやつも来てるんですけど、これもまたね後ほどね引きたいと思います。別でね動画上げようと思うんで。あとこのね、なんかフォトのやつも来てますね。これ回す人いるのかな、どうなんだろう、よくわかんないですけど、この辺のね結構レアなねフォトが手に入るんで、回す人もいるのかなこれ砂猫ちゃん来てくれるかな。マジこれにかかってるからな。もしこれ来なかったらあれだな、マジ追いガチャしなきゃいけない可能性出てきたな頑張りしたくないんだよね。あー、頼む、来てくれ。よし、あー、もうかわいいな、本当にもう砂猫ちゃんは本当天使です。はい、ということでよかったお迎えできた、マジ嬉しい。はい、砂猫です。砂漠の天使と呼ばれているからにはいろいろ僕にも任せてくださいということでね、来ましたよ。よかった、めちゃくちゃ嬉しい。やりました、よかった、お迎えできて。もう来ないかなって思ったからね、チャップマンが2体来た時点でやばいなって思ったからね正直。はい、じゃあこれで今日は終わりにしようかな。またそうですね、このハッピーハロウィンのガチャ回す時にですね、こちらの何でしたっけ、このスペシャル10回招待の方も一緒にね回していきたいと思いますので、その時はまたよろしくお願いいたします。ということで無事お迎えできたので今日は大勝利ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた。